するしない？それでは今回の麻雀の匠ご覧ください。2曲開始です。皆さん手配を開けてください。白鳥さんはなんちゃドラは何です？ハイパイはどうですか？いやこれはちょっといいですね。あの、はい、打点に不満はあるんですけど、うん、上がりはかなり見込めそうな手配なんで、はい、この手配は結構いきたいなと前向きに思います。はいお願いします。さあまずは、1億つきましたね、はい、奇数感が見えるんですけど、はい、ここは、パーピン打つかペイを打つかどちらかだと思うんですけど、うん、あのかなり自分の手が先手を取れそうな時は、はい、僕は目いっぱい行くので、うんうんうん、安全を買うんだったらペイの方を残した方がいいんですけど、うん、まあ、チーピン引きとかに備えてさらに形が良くなった時のことを考えて僕はここはペイを打ちます。やる気があるだけに。やる気あります。はい、はい、ペイから行きました。ね、ドラはなんで赤も入ってるルールで今回、ね、赤もドラもないですけど形はいいですからね。そうなんですよね。はい、下茶がスタートから少し悩んで、ね、9番切り普段悩まない人なのにどこさん、今回はどこも押しかけていくようなところはまずないってことですもんね。特にないですね、うん、伸びていくのか、はい、まあ、今度は嘘だ、まあ、これで飲み手のいいシャンテンなんですが、はい、うん、パン屋を狙うんだったら急走パースを払っていったりとかイーソーを打っていくんですけど、やはり1通があるのでここはパーピンを打ってきます、うんうんうん、一応変化で2、3、4の3色だったりも見えますね。そうですね。あとは周りのスピードですね、はい、今のところ自然な捨て牌に見えます。トイメンはつもぎり、特に目立った方は今のところいませんか。そうですね、うん、あ、なんか変化動いていきますね、はい、イメージはこう最後チーソー待ちでいいのかも含めての今進行になっていくわけですね。はい、そうですね。あのパンソーの後に、はい、あの白を手出ししてきたじゃないですか、親が。神茶の親が、はい。で、赤ありのルールの時って、基本的に、手役に寄せることがあんまりなくて、ドラとか赤があるんで、手なりに進めることが多いんですよ。それでも自然に高くなりますもんね。はい、で、特に親だと自然に進めることが多いのに、はい、まあ、パーソーより、後に白が出てきたってことで、うん、まあ、チーソーを複数枚持ってることはないんじゃないかなと、とりあえず、神茶の親が。うんうん、なるほど。はい。そこを持ってたらそっちを目いっぱいにして吐く先に打ったりしますもんね。そうですね。っていうのも含めてここはあのチーソー受けは残しておきます。すごい。とりあえずは、はい、はい、で、まあ、ウーピンですね、うん、いいシャンテンですね。来たね声小さくなりましたけど、頼むぞ、急走つもぎりあの実際打ってる時も心の中で頼むぞだったりは言ってるんで、めちゃくちゃ言ってるんですね今日はだだ漏れていきましょうね。それもね、やめろよはい、いいピンがもし入ったりしたときってリーチ難しいですよね。いや打たないですね。あ、打たないんだ。打たないどころが外す可能性すらあります。持ってきたのをそのまま切るってことですか？あ、いや、パーソー急走、あ、当図の下目の、はい、残して役割に持っていったりする可能性がありますね。今リーチが打つパターンってどこですか？今リーチ打つパターンですか、はい、僕は数ピン引きとチーソー引きだけ。はい、リーチ打ちます。あのペンチーソーは、はい、行きます。おお、吐く、切りますもうこれはあの今こう1、2、3、4でここがね、うん、あのイーソーが親の現物で、うん、下茶の方がリアンスを切ってて20名リアンスを切ってて、うん、あのかなり安全そうであるっていうのもやっぱここ持ちやすいポイントで、ね、ああそういうことですね。すごいこう目いっぱいに自分のことを考えてると思ったらやっぱり周りの
そうですね。切りますね。いやもうね、先ほどリスが切って 切りました。いいですか。はい。どうぞどうぞ。気になる方他にいます？まあなんかみんなやっぱり普通の進行になりますよね。あの手なりの進行が多くなると思うんですよ。あーもうやだ、もうやだ。今嫌なのは何ですか。もうだって、はい、想像ですよ、うん、パーソーね、うん、なんかこう吐く手だし、つもぎった後に想像もういらないですって言った後に、はい、うん、マンズのペンちゃんを払ってきましたよ。これ手出しでしたね。結構な整い具合なんじゃない。あの整い具合というか、蚊の形が後傾であるのか、まあ、そうですね。あのターツは足りてると。しかもペンちゃんもこれタンヤオに寄せたいんだったら1から切るはずなのに2から切ってきてるんで、相当こうもう形整ってるかなと。良さそうですね、はい、もう早く無駄相撲が続いている。早くして。まだね、誰もリーチは入ってないですからね、うんうん、さあ、そして少し考えて3品はつもぎりました、下茶、はい、これやっぱね、3品が、まあ、僕結構昇降してのやっぱ、うん、あのつもぎりって結構手出しとあまり変わんないかなと思ってるんで、うんうんうん、結構怖いですよね、2品を打ってるのに3品多分。なんかピンズを持ってるってことですかね。ピンズは持ってそうですよ ね、 ね、あのくっつき天杯とかで残し、うん、がくっつきの候補とかで残したいとかであれば、うんうん、あの両ピンを切ってるってことがないんで、うん、3ピンの周りは確実に持ってる、ね、そういうことですよね、はい、親がトンを切った。2枚切れ全然変わんないじゃん。ねえ、引きませんね。泣きもまだない。ないですね。ないないです。あの安手でぶつけるってことは基本的にしないですね。なんかロースで出してきたんですけど、今1枚つもぎりでもう1枚手出しでしたね、下茶。どうします。どうしましょう。リーチかけないで高いパターンもたくさんありますからね。そうなんですよ、怖いですよね。はい、これははい、あ、今度はそうだ、はい、あのやっぱ一平孔明を残すんだったら、はい、イーソーを打っといて一応ねサブロストとか残すんですけど、うんうん、まあ、かなりこう危険が迫ってる。んー、ちょっと周りの手配、まあ、イーソー残したいんですよ。そういうことですよね、はい、あの親の現物で2人リアンソーね切っていて、トイメン自配が多いですけど、そこまでそもぎりも多かったですからね。そうですね。で神茶にはいあるとすれば、はい、神茶に想像があるとすればサブロスソーかスチソーだと思うので、うんうんうん、ターツとしてあの裾はここで話します。あの、うん、イペコは断念して。あとチーソーの布石にもなりますしね、はい、自分がもしリーチを打った時に。そうですね、はい、ドラ見えてないもんね。そうなんですよ。なんかね一枚も姿を出さない。いや、ちょっと待って、下赤も見えないですからね。あ、今度は手出しでチーピンだ。でも親のリーチはまだ入っていない。これもつもぎりたいですね。ギリギリの踏み込みラインも今意識に入ってます。入ってますね。中盤過ぎましたけど、まあ、いやなんか対面も、はい、4枚目のペイをスッと打ってきたんですよ。4枚目のペイって安全牌で残したいはずなのに、確かに打ってきたってことはあの実はこれだけ自敗を打ってる捨て牌でも対面はちょっとやる気あるんだなっていうのが分かるんですよね、はい、安全牌をだって残してないんですよ要は。めちゃめちゃ怖くないですか。じゃあもう どこもかしこも怖いじゃないですか。どこもかしこも怖い。急切ります。あ、急切ります。はい、はい、どこもかしこも怖くなってきたこの順目ですけれども、ね、次12順目で、そうですね、シャトルさんどこまでいけるか。つもぎり9番今の一周はそこまで変化が回りなかったですからね。そうですね、はい、まあ、あのこの手配は僕は一数ピンはかなりいいと思ってて、はい、ちょっとペンチッソーチーソーは
微妙かなと思うのが、このローソーローソーのところで地層がもしかしたら固まってしまったかもしれないなという可能性もあるなと思うので、相当この天敗はしそうだけど上がりまではちょっと微妙かなっていうラインなのかなと思います。なのでこの数万も闇手に補充すると嫌なんで、ちょっとどうしようかなと迷うところなんですけど、まあまだ天敗ではないかなと思うので切ります。そうですね、自身でリャンワンサンマンを打ってるので、つもぎりがでも周りも続いている。あ、トイメンが止まりましたね。止まりましたね、ついにね。ここまでこう捨て牌が目立った感じではな、急走が出てきた、ちょっと受けたかなって感じもしますよね。安全度の高そうな牌ですもんね、あ、チュンが出てきた。ここ親はチュンですよ。ここで、安全牌が出てきたんで、パツンパツンに受けたか、イーシャンテンをパツンパツンにしたか、テンパったか。あら、どっちでしょう。これでテンパイ。ピンチ時間に、入りました。いいピンだ、はい。ただ、この順目、やっぱりリーチのみで、リーチはかなりリスクが高いと思うので、ここは、テンパイだけ取って、闇点を続行するんですけど、今やはり、こちらに手出しが入ったことで、ね、チン切りが。3色になりやすいのは、イーマン引いた1、2、3の方だと思うんですけど、まあ、数層は切りたいんですけど、ここは守備的に、数層をもし打ったとして、イーマン引いた後に、チーソーでフィニッシュしないと3色にはならないので、そうですね。やっぱ、もう順目的にそれは厳しいですよね。なんで、安全な方で、イーソーを切ります。イーソーを切って、やめてるんですね。リーチはしませんでした。さあここでリーチ宣言、ウーピンを手出ししました。よかったね、リーチ打たなくてね。これ下茶からのリーチよかったですね。何せ自分からはドラム赤も見えていません。3ピン現物つもぎり対面、親はこのリーチに対してどう対応するか。ピャンソーつもぎり、これも現物でした。わかりにくいですね。あー、積もった。ちいそう、積もです。はい、大丈夫です。はい、300、500です。はい、積もったので300、500、超嬉しい。ありがとうございます。ギリギリの中で、そうですね、いましたね、チーソー。はい、さあではみんなの手配確認してみましょう。開けてください。まあ、スチピンとかは残ってそうではありますけどね。はい、あ、本当だ、親はパッね、まだ初はありますけれども、イーシャンテンでリーチはドラがあんこでしたか。トイメンも見てください、テンパイ入ってますね。やはり自敗しかほぼ切られてないような捨て牌でも、その出てくる最後の自敗だったりでやる気度合いは分かるもんですね。そうですね、まあ、これで、まあ、これはやばいですよね。もうこの中盤にアンパイをなくすかのような行為ね。やる気なかったら残しますもんね、天にね。そうですね、形は整ってて、ここはね、まあ、チュンと初入れ替えたのかなって思ったりもしたんですけど、実際親は赤赤ですからね、やる気ある感じで確かにありましたもんね。そうですね、まあ、一歩進んだかどうか、まあ、でしたけど、一番この中でお安いですけれども勝ちましたね。超嬉しいですね。こういった中での最後のつま上がりはかなりね、打点はなくても一番こう、やってやっただとなりますもんね。なりますね、まあ、リーチ打ってれば一発でしたけど、そういうのは気にします？全く気にしないです。めっちゃ嬉しいですね。かなり思考もしっかりした中でのリーチするかしないかの判断でしたもんね。そうですね、はい、さあ初上がりが決まりました。そしてこの後はね、親を迎えます。はい、どんな風になっていくんでしょうか。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。